マジ1ミリも見たくない、がっかり、ジェシー熱愛で、綾瀬せはるかに辛辣コメント、11歳年上、で昔の人扱いも。9月12日、女性セブンが報じた女優、綾瀬せはるかと、ストーンズジェシーの4泊6日の、ラスベガス旅行。帰国時の空港内では、二人がペアルックともとれる上下黒系の服装をした写真が撮られている。写真あり、 綾瀬はるかのドラマロケ。旅行先がラスベガスだったのは、ジェシーさんの父親の出身地だからだそうです。親戚の多くがラスベガスに住んでいるそうで、里帰りも兼ねていたのだと思われます。恋人を連れて里帰りしたということは、二人の結婚も時間の問題ということでしょう。週刊誌記者。この報道を受け、SNS では写真撮られるなんてプロ意識がない。 ストーンズ結成10周年の年に何をしているんだといったジェシーのファンの怒りが大勢を占めていたが、その矛先はついに綾瀬の方にも向きつつあるようだ。X にはこんな投稿が。綾瀬はるか結婚焦ってるんだろうか。自分も長く芸能界にいていろんな熱愛報道されてきてるはずなのにアイドルが仕事の相手のこと全く考えてないように見える。 ズドンのジェシーにもがっかりだけど、綾瀬はるかの方ががっかり。若いイケメンに大好き大好きされて浮かれすぎてるんじゃない職業考えてよ。ごめんけど、綾瀬はるかマジ1ミリも見たくない。SK にとレノアの CM 流れたらすぐ買えるし商品絶対買わないし映画ドラマも見ない。さらに、綾瀬がジェシーより11歳年上であることから。 X では昔の人といった指摘も。えと一回りも左右えおばさんとはね。世間末に言うと、綾瀬遥はるかは昔ちょっと活躍してて、最近は CM でしか見ないほぼ過去の人で、同世代の女優に比べて圧倒的に人気がない一方、ジェシーはこれから苗を売り出してく人、自業自得で今大ピンチだけど。一方、 ストーンズファンの中では交際応援派も存在している様子だ。彼らを祝福しているコメントも多い。ジェシーが綾瀬はるかと結婚したらめちゃめちゃ応援する。責任とって結婚までしたなら外野は何も言えんよな。私は綾瀬墓に幸せになってほしいんよ。彼氏として存分に楽しませてやってくれよ。年の差交際から結婚まで突き進むのか。 チームストーンズはやきもきする日々を過ごすことになりそうだ。